ジョアンナ・ニューサムは、アメリカ合衆国、ネバダシティ出身のハープ奏者及び、シンガーソングライターである。共に、医師で、厳格な教育方針を持つ両親のもと、テレビやラジオ等に接することを禁じられて育つ。幼少期は演劇を学び、そこで長ゼリフの暗記や暗唱のメソッドを学ぶが、この時の経験が、現在のライブパフォーマンスに影響を与えていると、 彼女は語っている。5歳の時ハープを学びたいと両親に懇願し、了承されたが、小さすぎたジョアンナに講師がハープを教えたがらず、まずはピアノから始めてみてはどうかと悟され、しぶしぶピアノのレッスンから始める。しばらくした後、ようやくハープのレッスンを受けられるようになり、10代の頃は、ハープの演奏に夢中になった。 高校卒業後はカレッジで作曲法を学ぶが自分の音楽を追求するために中退。独自の音楽活動を開始し、現在に至る。2004年にファーストアルバム、ミルクメンダーをリリース。2006年、ニルバーナ、ピクシーズ、イギー・ポップを手掛けたことで知られるスティーブ・アルビニーが参加した、セカンドアルバム、ヤング・シナトラオリ,リー・リス。 本国アメリカ以外でもチャートインし、イギリスで41位にランクインした。2010年に3作目、Have One On Me をリリース。ビルボードのデジタルアルバムチャートでは16位を記録した。このアルバムはカナダなど、本国以外でもチャートインし、イギリスではチャートの28位をマークした。2005年以来アルバムリリースごとに来日して、2010年に3度目の来日公演を行った。 2013年に俳優、コメディアンのアンディ・サムバーグと結婚。2014年に公開されたアカデミー賞に部門でノミネートされた映画インヒアレント・バイスに女優としてホアキン・フェニックスやベニチオ・デルトロなどと共に出演し、同作でナレーターも務めている。アルバム自主制作版 EP シングル。ありがとうございます。